お金は頂戴したわ。これで何でも買っちゃおう。ん？のんきな顔して気づいてないのね。あなたの財布を私が盗んだのに。もし本当に盗んだのなら、そんなルンルンで連絡とか頭いかれてんの？そりゃなるみさんの財布を盗んだんだから、ハッピーな気分にもなるわ。だって財布の中には大金が入ってるんだもの。もしかしてなるみさん、大金を持ち歩かずに全部ブラックカード？ブラックカードなんて私使ったことない。奇遇だね。私もブラックカード使ったことない。え、なるみさんは高級タワーマンションに住んでお金持ちなのに使ったことないの？私カードはあまり使わないようにしてるから、使いすぎるのも嫌だし、後で請求来るのがあんまりね。なんだつまんないの。だからって財布の中にお金をパンパンに入れるのは良くないわよ。お金は決まった金額しか入れてない。落としたりした時が危ないから。そうね、この財布の重み的に多分10万は入ってる。私だったらそんな大金財布の中に入れておけないのに羨ましい。さっきから何言ってんの。なるみさんこそちゃんと自分のお財布は確認したん？財布を盗んだって最初に言ったと思うけど。それを私に報告してくるのすごいね。ママ友だったら警察に突き出されないとでも思ってる？当たり前じゃない。私が捕まったら子供はどうなるの？なるみさんはそんなひどいことしないよね。倫理観もなくひどいことをしてるのはキミコさんだけど、あんたみたいな犯罪者が近くにいる方がひどいわ。誰が犯罪者よ。私ずっとなるみさんには目をつけてた。いつ財布を盗むタイミングがあるかってドキドキしちゃった。犯罪者？ん？聞こえなかったの？この犯罪者。ちょっと借りるだけよ、後で返す。中身が入ってるかは別にして。警察に連絡する。ちょっと待って、早まらないで。お金は返す。旦那がね。旦那さんが？旦那にお小遣いを増やせって言ってるのに全然言うこと聞いてくれないの。だから強行手段。こうすれば自分の考えが愚かだったことに気づくはず。なるみさんには申し訳ないけど、少し付き合ってほしいね。いいでしょ。いいわけあるか、アホが。何も、私は盗みを働いてそれを報告しに来たバカじゃない。バカでしょ。今の現状を変えたくてあがいてるところ。お金は全額旦那に返金させて、なるみさんには迷惑かけないから。すでに迷惑被ってんだよ。なんで？私物を盗まれて勝手にお金を使われようとしてるんだから。お金はちゃんと返すって私の話聞いてたん？アンダースタン？腹立つな、その言い方。あとはお金を返すから大丈夫。大丈夫かどうかはあんたが決めることじゃない。そんなカリカリしてるとシワが増えるし。あなたよりは少ないけどね。なんですって？なんでもない。そんなこと言うなら本当にお金いっぱい使っちゃうんだから。ちゃんと財布の中身確認した？まだしてないけど、重さあるから期待大。見てみなよ。何これ。残念だったね。その財布はダミーだよ。ダミー？私が使ってる財布と全く同じものを用意してた。なんでわざわざそんなこと。私変な人に絡まれやすいからさ、物を盗まれることが多いんだ。財布が一番多いんだけど、だからわざと偽物の財布用意してた。わざわざそんなことをするなんて、なるみさん暇人なの？それに毎日持ち歩くなんて大変じゃない。財布や物を狙いそうなやつが現れた時は私の友達が教えてくれる。は？ますます意味わかんない。まああなたは知らなくてもいいよ。情報通な友達で私の周りをよく観察してくれてる。お金を使って何をしようとしてたかは知らないけど、残念だね。どうしてくれるのよ。私は買うつもりでいっぱい服をレジに預けてて、店員さんがニコニコした目で私のこと見てる。どれだけ買おうとしたか知らないけど、乗客だと思われたんでしょう。今さらお金がないなんて言えない雰囲気。なんなのよこのクソみたいな財布。中身は子供が使うようなおもちゃの効果でいっぱいだし。万札だったらそんなに重くならないからね。重くなるものをいっぱい入れておいた。まあ1円にもならないけど。私に恥をかかせるなんて、覚えてなさーい。ざまあみろ。私の名前はなるみ。タワマンに住むシングルマザーです。私は小さい頃から変な人に絡まれやすい体質で、そのせいか思ったことはすぐに言うサバサバとした性格になりました。今 LINE をしていたのはママ友のミキコさん。彼女が私のカバンから財布を盗もうとしていたのは知ってた。彼女何かと手癖が悪くてね。他の人も被害に遭ってたみたい。仕返ししてこれでおとなしくなればいいと思ってたんだけど。なんで誰も助けてくれないのよ。何が？お金を貸してって言ってもみんな無視するの。日頃の行いだろうね。商品は買わないって言ってキャンセルすればいいだけだから。
お金を借りる必要ないでしょ。実は私ネットショッピングもしてて、でっかいマッサージチェア買ったんだけどキャンセル不可だった。あらら、本当はなるみさんの財布から抜いたお金で支払いするつもりだったのに。財布の中身を確認もせずに注文するなんてすごいね。よく今まで社会人として生きてこられたね。なるみさんだったらいっぱいお金が入ってると思ったの。あなたって財布持ってるか確認せずレジに並ぶタイプ？ちゃんと確認してからの方がいいよ。誰か助けてよ。少なくとも私は助けないよ。一人で頑張って。数日後。なるみさんのせいなんだからね。今度は何？なるみさんのせいよ。こないだ私を痛めつけたから。痛めつけた記憶はないけど。なるみさんが全く反省せずにのうのうと生きているから仕返しすることにした。お疲れ様。余裕でいられるのも今だけ。何かまたしでかしたんでしょ。今日連絡してきたってことは多分テイクアウトの件かな。大正解。頭が回るのね。なるみさんが今日持ち帰り予定だった高級海鮮は私がいただき。それ私たちの夜ご飯なんだけど、予約が必要で楽しみにしてたんだから。知ってるわよ。だからこそ奪ってやった。新鮮な海の幸、美味しいウニ、イクラ、私がなるみさんの名前で取りに行ってあげたから。お金払ってないよ。別にいいのよ。あなたの邪魔して困らせるのが目的だから。残念だったわね。お金払ってないって言えば私が引き下がるとでも思った？浅はかななるみさん。いいから返して。私が予約したんだから、食べたければ自分で予約しなよ。あなたのそうやって悔しがる顔が見たかった。高級海鮮は私たち家族で美味しくいただきます。ざまあみろ。鬼の形相したひまわりが突撃しに行ったよ。え？今日の海鮮料理一番楽しみにしてたのはひまわりだからね。突撃しに行ったって。今受け取りしたんでしょ。なんでして？お店の人に事情を説明した。お店の人を巻き込むのは申し訳ないから、その人にそのまま引き渡してくださいって。ひまわりさん、なんでここに？私の海鮮返せ！キャー！人間ができる顔じゃない。あの顔怖すぎ。ひまわりの大好物だから。返せ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 、すごく楽しみにしてたんだ。返せ！そんなこと言われても、これは私の、私のイクラだ、私のウニだ、私のマグロに、私のサーモン、私の甘エビ、返せ！あ、やばい、こける。ナイスキャッチしました。無事に帰ってきましたよ。よかったね。そんなに楽しみにしてたんだ。すごく楽しみにしてて、昨日の夜からご飯食べてないんです。なんで居場所わかったの？なんかわかんないけど呼ばれた気がしたんです。そしたら偶然ミキコさんがいて、なるみさんから奪ってやったって聞こえて追いかけたところだったんです。さすが強運の持ち主だわ。さっきお店の人に迷惑かけてすみませんって謝りに行ったら、大変だったねって追加でもらっちゃいました。そうなの？おまけらしいです。これからもうちの店をよろしくって言ってました。ほんとよかったね。今からそっちに向かいますね。ユリはいますか？ついさっき家に着いたところ。でもこんなのユリが一番最初に気づきそうなものなのに。ああ、なんかひまわりの反応を見たかったって言ってた。すごく楽しみにしてたから奪われたことを知ったらどんな顔するかって。ひどい。でもちゃんと取り返す計画はあったみたいだよ。そりゃそうですよね。なるみさんのものを盗むなんて絶対に許されませんから。だね。気をつけておいで。はーい。私の晩御飯が。しゃあ。こら、威嚇しない。はい。ゆりとひまわりとみきこのライン。返せ私の海鮮。これは私のなので絶対にあげませんからね。まったく、どこまでも食い意地が張った人たちですね。こんな人と一緒にしないで。私は当然の権利を主張してるだけ。一緒にしないでよ。そんなことより、私のなるみさんに手を出してタダで済むとお思いですか？え？そうだ、やっちゃえゆり。あなたはどちらかというと食べ物を取られた恨みの方が大きいんじゃないですか？そんなことないよ。私だってなるみさん好きだもん。あなたたち3人はとても仲がいいって有名ね。今日もみんなでご飯を食べる予定だったのか。そうです。なるみさんのカバンから財布を抜き取ろうとしたり、なるみさんが予約していた料理を持ち帰ろうとしたり、ずいぶん好き勝手やってくれてるようですね。ふん、別にあんたなんて怖くないから、何かあればすぐに旦那を呼ぶわ。
怖いでしょ。男の人って女よりも力があるんだから。旦那様には前回のことがバレて今別居中じゃなかったです？聞く！誰にも言ってないしバレないようにしてたのに。そりゃ人の財布を盗んだ人なんて嫌でしょうね。別にいいの。困ったことがあれば旦那は助けてくれるはずだといいですけどね。怖いでしょ。旦那呼ぶわよ。あなたが裏でいろんな悪さをしてることは知ってるの。あら、心外ですね。私はなるみさんに迷惑をかけた人に仕返しをしているだけ。オーバーキルだけどね。なるみさん、私の神様であり女神様で心のオアシス。優しくて正義感が強いなるみさんはみんなから好かれてますしね。なんなのよ、私が嫌われてるとでも言いたいの？嫌われてますね。そんなことないから。なるみさんは私のことを助けてくれた女神様だから、あなたにはそれなりの罰を与えることにします。わかったわよ。なるみさんのことから手を引く。料理だって諦めるから。諦めるも何もこれは私たちのですよ。はいはい。それじゃあ何一人だけすっきりした顔で去ろうとしてるんですか？え？私は何一つすっきりしていません。なるみさんに迷惑をかける汚い虫がよ。ん？ん？回線回線だからもう手を出さないって。今まで迷惑をかけてきたことが問題なんです。私趣味がありまして。いきなり何よ。なるみさんのことを調べて、なるみさんのことを知り尽くすこと、そしてその副産物としてお前たちの情報も手に入ります。それって私の弱みを握っているぞって脅しなの？うん、まだ食べられないのかな。早くお酒も準備して食べたいよ。ねえ、まだ？あなたのことは調べ尽くしていますので何だって知っている。ふーん、じゃあ私の生年月日は？3月16日14時56分32秒生まれ。時間はわからないけど合ってる。なら私のキャッシュカードの番号。結婚記念日。合ってる。私が今日すりむいた場所は？朝風呂をしていた時に足を滑らせ、右のお尻をすりむきました。お風呂まで覗かれてる。ちなみにあなた今日トイレに行った後手を洗い忘れてますよ。え？それにいつもトイレに行った後片手しか洗わないのは汚いのでやめた方がいいかと。どこまで私のことを見てんの？ねえ、まだ食べちゃダメなの？早く食べたいんだけど。夜まで待てないんですか、あなたは。なるみさんに許可がもらえたら一つだけ食べてきなさい。え？いいの？マグロ食べてもいい？お好きにどうぞ。全部食べたなんてオチはやめてくださいよ。そんなことしない、なるみさん。つまり私のことを監視して弱みを握ってるってことね。でもそんなの人間技じゃない。そこを議論しても時間の無駄です。別にあなたに信じてもらう必要もありませんし。私に何を要求するつもり？別に要求するつもりはありません。あなたのことをクズ人間だと思っただけで。あなた本当に一つだけ食べたんでしょうね。当たり前だ。はあ、クズ人間ってなんてこと言うの。職場の最近入ってきた子をいじめていますよね。そんなことしてない。私に隠し事はできないことはもうお分かりなはずです。脅して上司に色仕掛けをしてこい、や取引先の相手に体を売れなど、それで一人の子を辞めさせていますね。知らないわ。勝手にやったことなんじゃない？証拠なんてないし。うわ、最低な人ですね。証拠ならあります。え？旦那様にも渡しているので離婚届にサインをしてくださいね。出た！すぐ旦那にチクるなんて。別にいいのよ。旦那は安月給で顔もかっこよくないし、次の男に行こうと思ってたところ。ありがとうね。逆にそんなこと言いながら自分一人では生活するのも大変なくせに。私みたいな美女は他がほっとかないから。いえ。何よ。危うくさっき食べたマグロとサーモンが出てくるところでした。二つ食べてるし。あ、違うんだよ。人に絶対バラすなよ。あなたには消えてもらいます。ちょっと何言ってんの。たったこれだけのことで消すとかウケる？一人の女性を脅し他の人に迷惑をかけたことがこれだけ？ちゃんと反省してください。ここ最近他の人にいいところを取られっぱなしだったので、私も張り切ってきました。私料理が得意なんです。そうなの？だから何？あなたの血を抜き、それをスープにして皮を薄く切ってバラの花のように飾り、灰をくり抜き器にして中に綺麗に血を詰めて。は、はい？やっぱりもう少し食べたいから、なるみさんにお願いしてこよう。
そうですね、料理名は血の海スープと腸肉炒め、目玉を添えて、なんてどうですか？ごめんなさい、謝るから意地悪言わないで。あなたのような人間は今後何をするか分かりません。意外といるんですよ、人間の肉を食べたいお客様は。若い頃にそこのレストランで働いていた甲斐がありました。美味しい料理にしてあげますからね、お肉さん。ギョエー、もう一個食べてか。もうなるみさん、甘やかしちゃダメですよ、ちゃんと注意してください。うん、まー。その後みきこさんは旦那さんと離婚が成立。旦那さんにはもし行方不明になったら警察に連絡をしてと言ってたみたいだけど。は？行方不明も何もお前とは連絡取らないからもう知らん、俺の気を引こうとするなってバッサリ切られたらしいよ。人のお金を盗んで職場で嫌がらせをしてる人となんて関わりたくないよね。もともと育児はほとんど旦那さん任せだったらしく、旦那さん曰く子供が一人減った気分ですだってさ。みきこさんはあの後何度も私に謝罪の LINE を送ってきたけど全部無視。私の家に直接謝りに来ようとしたけど、ゆりが家の前にいて出たーって叫びながら帰っていたらしい。みきこさんはその後姿を見せなくなった。まあ言わなくてもわかると思うけど、ゆりの手にかかったんだろうね。ゆりから聞いたけど、みきこさんが体を売るように強要して辞めてしまった女の子は幸い被害には遭ってなかったみたい。みんなが無事で本当によかった。あ、みきこさんは例外ね。本当にどこかで誰かに美味しく食べられてたりして、あまり考えないようにしよう。あ、食べたといえばひまわりすごかったな。ずっと食べてたんだもん。あんな量食べきれないと思ってたのに、お魚が一番好きなんだって。ゆりはひまわりの食べっぷりにちょっと引いてたな。へえ、あの水木が会社員ね。びっくりしちゃった。ま、あんたなら仕事しててもおかしくないか。だって気が強いし男勝りだから結婚とかできなさそう。あんたどうせ彼氏もいないんでしょ。いきなり言ってくれるね、沙織。悪いけど結婚してるし娘もいるよ。は？嘘でしょ。本当だよ。じゃあすっごい不細工で貧乏な男とか、瑞希が養ってあげてるんじゃないの？オンボロアパート暮らしでかわいそうだね。あんたどんだけ根性曲がってんの。子供の頃と全く変わってないじゃん。あ、図星だから話変えちゃうけ？わかりやす。悪いけどうちの旦那は私と比べて年収ずっと高いよ。それに一戸建てで暮らしてるし、あんた逆に惨めにならないの？はあ？瑞希のくせに生意気なんだけど。どうせ貧乏なくせに、なんで旅行サークルなんか入ってるのよ。大学生の時から入ってるよ。まったく本当にめんどくさ。サークルやめてよ、あんたがいると気分悪いんだけど。え？あんたサークル入るの？当たり前でしょ。この旅行サークル結構お得って聞いたよ。なんか安いプランとか組めるって。優待券とか回してくれる人もいるんでしょ。それに結構人数多いんだから会費とか払わないでいいよね。てか瑞希が払ってくれればいいじゃん。あんたの代わりに私が入るけど、支払いはそのままにしておいてよ。バカじゃねえの。相変わらずの女王様気取りなんだね。気分悪い。サークルは会費を払わないと入れないから。じゃあね。あ、ちょっと待ちなさいよ。逃げるつもりなの？私の名前は瑞希。医療ソーシャルワーカーの夫と小学2年生の娘千秋。そして保護猫カフェからやってきた猫のにゃやまると毎日楽しく暮らしているよ。私は旅行が趣味で、学生時代からサークルに入っていたんだ。他のサークルと交流会があったり、イベントに出展したり、旅行だけじゃなくて結構幅広い活動をしているサークルなんだよね。先日もイベントがあってそこでお手伝いをしたんだけど、中学時代の知り合い沙織にたまたま遭遇。それをきっかけにどこかから連絡先を調べて連絡してきたんだよね。こいつは本当に性格悪くてさ、見た感じはおとなしいし院長タイプで先生にも可愛がられていたんだけど、裏で他の子に嫌がらせするようなやつだったんだ。私は当時違うクラスだったからわからなかったんだけど、私の友人も被害に遭っていたんだよね。そして最悪なことに、私と再会したことで過去を思い出したのか、当時同級生だった人間たちを探して連絡するようになっちゃったんだよ。その中には沙織の被害に遭った友人もいたんだけど。ごめん、私のせいだ。
知恵のところに連絡行くと思ってなかった。何言ってるの？瑞希は何も悪いことしてないよ。たまたま沙織に会っちゃっただけなんだもの。瑞希も運が悪かったよね。会いたくない人間の筆頭みたいなものだからね。それにしてもやっぱり嫌だな。昔はいろいろされたっけ。痛いことも。沙織全然変わってないんだね。あの時は助けてあげられなくて本当にごめんね。だって沙織裏でこそこそやってきたんだもの。分かった時瑞希はすごく怒ってくれたでしょ。私あの時嬉しかったよ。こんなことされたって言っても嫌いにならないんだって。当たり前でしょ。知恵は何も悪くないんだから。うん、そうだよね。でもされる自分にも悪いところがあるんじゃないかとか、みんなに知られるのが恥ずかしかったり、その結果どんどん沙織の行動を悪化させちゃったんだよね。今では反省してるよ。知恵大丈夫？うん、大丈夫。あの頃の私とは違うんだから。知恵と沙織のライン。おいブス、貧乏人のブス。お前不登校ブスのくせに結婚したんだって？生意気なんだけど。旦那と金よこしな。そうしないとまたね。えみっともない人。え、あれから15年も経ってるのに何も進歩してないのね。というか悪化してる。あんた誰に向かって口聞いてんだよ。沙織にだよ。というか沙織って偉いの？私たち同い年だよね。あんたと私じゃ格が違う。格ね。で、それ何？はあ？みんなから聞いたよ。沙織高校中退して出来婚したんだよね。でも旦那さんの子供じゃなかったんでしょ？何の話よ。その後も不倫して全員父親の違う子供を合計4人出産で、お子さんはどうしたの？ご両親に引き取られて感動されたんだよね。今はボロボロのアパートで暮らしながらバイト生活。そのバイトもクビになってばっかり。なんであんたがそんな話知ってんのよ。そりゃ地元が同じなんだもの。噂を聞くこともあるよ。で、誰が貧乏なんだって？うるさい。あいつら男が悪いんだから私は悪くない。あんただってどうせブサイクと結婚して貧乏なくせに。家に乗り込んでやる。住所教えろ。もうやめなよ。何？私のことが怖いんだ。ウケる。そういうことじゃなくて、私弁護士と結婚したの。え？今夫も隣にいるよ。嫌がらせのようなことをするなら法的に対処するって。何よ、ブスのくせに弁護士と結婚したの？そりゃ私は美人ってわけではないと思うよ。でも大人になればそれなりに垢抜ける。沙織に嫌がらせをされていた頃のネクラな私とは違う。うるさい。どうせあんたなんか夫がいなきゃ何もできないくせに。ちなみに私の仕事は公認会計士ね。子供は3人いるけど今も仕事は続けてるよ。当然だけど全員夫の子供だから。何よ、知恵のくせに私をバカにしやがって。もういい。あんたなんか絶好だからね。そもそも友達じゃないよ。私は知恵のことがすごく心配だったんだけど、おせっかいだったね。確かに知恵は沙織に嫌がらせをされていた過去があるけど、もう知恵は乗り越えて立派に家事と育児を頑張っているんだよ。沙織がバカにできるところなんか一つもないんだよね。一方の沙織はもうめちゃくちゃな人生だったみたい。まあ自業自得だったんだけどさ。沙織の家庭はごくごく普通の中流家庭。お姉さんや弟さんは真面目で穏やかな性格なんだよ。沙織だけが突然変異なんだよね。しかし頭の中はどうなっているんだろう。いつまで経っても周りはみんな自分より格下。ちょっと脅せば泣いたり何かを差し出してくるはず。とでも思ってるんだろうかね。バカじゃねえの？瑞希！え、また沙織なの？何よ。ああ、やっぱり瑞希は私の友達だよね。よかった。は？なんかさ、みんな私に反抗してくるんだよ。何様のつもりって感じだよね。みんな知恵に近づくなとか言ってくるの。あんなブスに近づいたら感染するから近づかないっつーの。私は沙織の友達になったことはないし、これからもなる予定はないよ。は？何言ってんのよ。いい加減にしなよ。いつまで子供のままでいるの？あんたが知恵や他の子たちに嫌がらせをしていた時、あんたが怖くて何もできなかった子たちももう大人なんだよ。味方になってくれる人なんて誰もいないからね。
何よあいつら地味子だったくせに。地味だからって何か人に迷惑かけたの？あんたの方が人に迷惑かけまくってんじゃんか。何よあいつら昔はこっち見てビクビクしてたくせに、私に文句言ってくるなんて。なんで、なんで。沙織、あんたも分かってるでしょ。いつまで子供のままでいるの？私らいい年したおばさんなんだよ。何よ、なんであんたらだけ幸せになってんのよ。ずるいよ。人に恨まれるようなこと散々しておいて、それで幸せになれるとでも思ってたの？神様はちゃんと見てるんだろうね。いやよ。みんなあの頃とは違うんだよね。家庭を持って子供がいる人もいるし、独り身で仕事を頑張っている人もいる。みんな大人になったんだもの。今さら沙織が何かしたところで、ただ単に沙織自身が嫌な思いをするだけだと思うよ。その後も知恵や他の子に近づこうとしていたみたいだけど、はっきり拒否され逃走。どうやら沙織はかなり生活が苦しくて困っていたみたい。旅行サークルも本当にサークルに入るのが目的じゃなかったんだよ。当日イベントで食品のサンプル品配布をやっているコーナーがあったから、それが目的だったらしく、そこでたまたま私を見つけたってだけのこと。つまり食べるにも困ってるって状態なんだよ。でもなんでだろうね。普通だったら手助けしてあげたいと思うものなんだろうけど、私が性格悪いからかな。自業自得だとしか思えないね。沙織のしたことで苦しんでいる人はたくさんいるんだから。1ヶ月後。みずき、今日は手伝ってくれてありがとうね。せっかくのお休みだったのにボランティアに来てくれるなんて。ううん、楽しかったよ。知恵、ボランティアやってたんだね。うん、私沙織に嫌がらせされてた時にさ、恥ずかしくて助けてほしいって言えなかったんだよね。それが余計に事態を悪くしてしまったわけでしょ。だからね、そうなる前に悩んでいる子供たちをサポートできたらと。知恵らしいね。すごく素敵な考えだと思うよ。ありがとう。それにね、私のためでもあるんだ。知恵のため？うん、今は結婚して家庭に恵まれて仕事も充実しててすごく幸せなんだけど、それでもあの時のことを思い出しちゃうことがあるんだよね。うん、でもあの子たちと接してるとそういう記憶がさ、なんかこう癒されていくような感じがするの。あの時気づいてほしかったから気づくようにしたい。言われたかった言葉を言ってあげたいなんて。あの子たちを通して自分が癒されてるだけなんだよね。私は知恵の考えすごく好きだよ。今悩んでいる子供たちの助けにもなるし、それでいて知恵も癒されるなら最高じゃないの。みずき、うん、ありがとう。あの子たちがもっと楽に幸せになれるように自分のためにも頑張るわ。その後、結局沙織は家賃が払えず家を追い出されたらしいよ。その後は住み込みで働ける夜のお店を探していたみたいなんだけど、なかなかいい条件のところはなくってね。何度も知恵や嫌がらせをしていた子たちに連絡を取ろうとしたけど全員が拒否。その後は行方不明になってしまったよ。親御さんが言うには、厳しい尼寺に送り込んだとかなんとか。あちこちの男と関係を持っていた沙織にはそれが一番いいのかもしれないね。知恵は不登校になった子供たちのサポートをするためボランティアを頑張っているよ。それが知恵自身のトラウマ解消にもなっているみたい。私も当時知恵を助けることはできなかったからな。知った時はいっぱい後悔したものだよ。今度は後悔しないようにしっかり行動していきたいね。さて、保護猫活動の方もあるし、本当に忙しいよ。私はズボラなんだけど、でも忙しくしているのも好きなんだよね。うちの猫にゃにゃまるも保護猫出身だったからさ、この子の仲間がいい家を見つけられるようにお手伝いしたいね。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録・高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。